飲食店経営塾塩ラボ。はい、こんにちは、看板商品発揮アドバイザーの塩さんでございます。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もぜひお願いします。今日はですね、ここしばらく、この飲食店の紹介を中心に、させていただいていたんですが、久しぶりにですね、ちょっとこうコロナの、これ第3波というものがまた来てですね、なかなかこの行ったり来たりのこの状態から抜け出せないこの中でですね、何が大事なのかなというところ、そして、どういうふうにして今乗り越えていくべきなのかなというところをですね、僕なりにですね、この約半年間経験したことも踏まえながらですね、お話をさせていただきたいと考えてます。で、まず、この第3波というところが訪れてですね、ようやくこの9月10月と上り調子であったものが11月半ば頃からですね、急激に落ち込んできて、でお店によってはですね、この1週間売上が0円というところになったところも出てくるぐらいに、やはり非常にこう深刻にまたなってきているというところがあります。でただしですね、まあ、そういった中でこの、常にこの行政にも流される、政治にも流されるというようなこの状態の中で、どうしていくことが今大事なのかなというところ、これやっぱりこういろいろ悩んでいる部分があると思います。でこの部分の乗り越え方については正解はないというふうに感じております。でそれぐらいにですね、初めて経験する、特にもう戦後というところで考えていくと、僕自身も生まれたのが1977年、そこから43年間生きてきて、ここまでの状態というのは初めてというところがありました。これまでのいろんな不況というところがあったんですが、でもその不況というのはあくまでもこの短期的な部分ですごいどん底が来て、そこからは実は未来が見えていくというところがありました。でそれは何かというと、終わりがある程度やっぱり見えてきていたというのがありました。ところがですね、今回コロナの場合についてはいつ終わるのかというのがなかなか見えないと。でこの見えないままですね、いい感じになってきたと、これで大丈夫かなと思いながら進むと、また谷底に戻されるというような状況で、結局出口が見えないと、いつ終わるのか、これがやっぱり先行きが見えない、そういったその先が見えない時だからこそ、今何をしておくべきなのかということが、今すごく皆さんの中にも不安や葛藤というものが蓄積していて、なかなか前に踏み出すことができないというところになっているんじゃないかなというふうに感じております。そんな中ですね、この約半年をちょっと振り返りながらですね、今どんなことをしていくべきなのかなというところをですね、僕なりの経験というところからお話をさせていただきたいと考えております。振り返るとですね、今年の2月というところまでは、僕自身は、以前、やっていたビジネスモデルというところを中心にですね、実はさらにそこを伸ばしていこうという形でやっていました。ところがですね、3月半ば頃からですね、コロナの影響が非常にひどくなっているという中で、昨年に対して売上が 60% 以上落ち込む、4月に入ると 70% 以上落ち込むというような状況というのが見えてくる。でそんな中ですね、僕自身が3月末にですね、まず決断したことは、今までの成功モデルを捨てるということでした。それまで成功モデルとしてやってきていたことというのは、ブログというものを毎日書き続けることによって、お客様との信頼を作って、そしてその中で、いただいたお客様のところで顧問契約というところを中心に、お客様の、お店の離職を防止して、そしてスタッフさんたちと売り上げをみんなで伸ばしていくというようなビジネスモデルを中心に行っていました。ところがですね、このコロナ
が起こったことによって一番大きく変わったことで、そして一番これから変わっていくなと思ったこと、その時はですね、人材育成というところ、特にその中でも離職を防止するという考え方というところについては、おそらく、このあと2年3年ぐらいは、なくなっていくというふうに感じました。で、それぐらいにですね、もう人材育成以上にまず売り上げを伸ばしていく、で、どうやって食いつないでいくか、ここが企業にとっての一番の課題になってくるというふうに感じました。飲食店経営塾塩ラボ、で、それは僕自身もそうだったからというところもありました。で、その中で一番僕がやっぱりこうその危機に陥った時に大切に感じたことがですね、ずっとこう勉強をしていたドラッカー教授のこのマネジメントの中にあった言葉というところで、このドラッカーさんが言っていたことがですね、赤字になっていたり、その収益が上がらない時に一番大事なこと、これは何かというと、結局顧客を想像するということでしか乗り越えることができないという言葉でした。で、この言葉が意味していることというのは、このどんだけ苦境に陥ってコスト削減というところに取り組んだとしても、やはりその先に新たなこの売上につながる顧客の創造というものが生まれていかないと、やはり会社としての存続ということはできないということであるというのを感じました。で、そのことが自分の中にあったことで、自分が決断したことというのは今までにとらわれない、で、今までにとらわれない形で今までやってきたことの中で自分が活かせるもの、そして今飲食店さんに役立つことができること、それは何かというところを感じたところ、テイクアウトの取り組みというところの支援というところがこの4月の時点では非常に重要かなというところを感じました。だけど飲食店さんもお金ない、そして困っている、そんな中でこれを売りに行くということは難しいです。で、そういった中で僕にできることというのは情報を届けるということかなというところを思いまして、その中でブログではなく YouTube というものを使ってですね、新たにこのビジネスというものを作っていこうということを考えました。で、ここで大事になってくる視点というのがですね、この目先の視点で考えないということであるというところでもありました。もちろん僕自身もですね、必死でした。とにかく生き抜くために、お金も入れないといけない。さらには新たな売り上げの流れを作っていかないといけない。3月31日に決断をした時点では全くその見通しは立ってませんでした。そもそも、これをやってじゃあどういうふうに売り上げが立っていくのか、これ分かってませんでした。もしそのまま売り上げが立たない状態だと3ヶ月後には倒産、そのことが自分の頭の中に浮かんでくるぐらいに非常にピンチな状態だけど、前に進むしかない。その時に一番大事だったのは、とにかくまずは自分のことよりも、まずはお客様が誰なのか、そのお客様をイメージした上で、そのお客様にとってまず役立つことができることは何か、そのことを決めて動いていくというこの決断をして、実際行動に移していくということでした。で、その行動に移したことによって、次に、自分が行ったことというのは、とにかく短期的に見るのではなくて、とにかく中長期的に考えると。例えばこれ YouTube というものを始めた時に、 YouTube をやったら儲かるんじゃないかなというところっていうのはいろんなところで声は聞いてました。ところがですね、僕の中で感じていたこと、これは実はブログをずっとやってきていたからすごく自分の中にありがたい情報として残っていたのが、すぐにはこれは収入にはつながらないということがイメージの中で分かってました。どんだけ YouTube を毎日頑張ったとしても、
最低90日はかかると。でもっと言うと、もう全くの無名からのスタートになるので、おそらく半年、長いと1年2年はかかるというふうに感じました。だけどなぜそんなかかるというものに対して決断もできたのかというと、その時というのはこう今すぐ儲かるということに焦点を当てるのではなくて、これからこの時代が変わっていった時にこの次のステージというところに対して備えると、でその備えるためのこの準備というところで今この新たな道に取り組んでいくということが大事だということでした。つまりコロナの中では大きな需要は期待できないということが自分の頭の中にあったんですね。でその需要が大きく期待できない中で何を決めないといけないかというと、目の前のことではなくてじわりじわりとこの収益につながってくる次の流れを作っていくということでした。つまり新たな事業モデルを作るということですね。でこれ新たな事業モデルを作るということになると、やはり簡単ではないんですね。どうしても時間はかかってしまう。僕のイメージでは約半年から1年はやはりかかってくるというふうに捉えてます。でそれぐらいにやはりその新たな事業というところに乗り出すというところについては勇気もいりますし、決める決断の、この決断というものがすごく大事になってくるというふうに感じております。飲食店経営塾塩ラボで、この決断をしたことによって新たに生まれてくるというものは何かというと、これ行動をしたからこそ見えてくるものでもあるんですが、行動をしたことによって実は気づくことがたくさん出てくるんですよね。でその気づくことが出てきたことをさらにいいことと捉えて、どん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 それを積み上げていくと、今度そこからですね、実は別の需要が生まれてくるというところがありました。僕の場合はですね、その YouTube を思い切って始めたと。で週6回配信する、その代わりにブログは一旦右に置くということで、それまで絶対に3000日毎日しっかり続けるというふうに中心に置いていたものを一旦隅に置くというぐらいの決断というところをしました。そこの部分については、今までブログというものを中心に応援してくれていたお客様たちを一旦ちょっと外すような感じのイメージもあります。でその一方でまたゼロからこの YouTube というものを始めるということで、もちろん登録者はゼロに、そこからスタート、そして再生もされるかどうかわからない、だけど始めると。でもこれがありがたいことにですね、思い切って始めてみる、そして週6回続ける、一番最初の時の投稿はたった5分の動画を作るのに4時間かかって試行錯誤でやりました。長い時には10時間かけてと。だけどこれを実はやり続けていくと、やはり30日ほど経った頃には実は信頼の絆が生まれていってたんですね。そして新たな仕事というところもいただくことができるようになりました。その結果5月には新たにこの売り上げが大きく上がりまして、そして、そのままではやばかったこの状態というのを一旦この乗り越えていく目処が立ったというのがありました。さらに、公庫からのお金を借りるというところにもつながることができて、資金面での不安というところについては一旦は解消できるというところにつながりました。さらにそこからですね、この YouTube を通じた活動を続けているとすごくびっくりしたことが何かと言いますと、今までつながっていなかった人たちとどんどんつながっていくんですね。そしてそのつながっていく人たちはこのコロナの中でも実はコロナをチャンスとして捉えて、次の抜け出た時に対する準備をどんどん進めてチャレンジをしていたんですね。そしてその人たちと一緒に絡みながらいろんな活動をしていく、
それをずっと続けていくと、今度は新たなお仕事をいただくということにもつながっていくということで、8月、9月、10月、11月とほぼ昨年並みの売上まで戻ってくるというところまでなりまして、さらに今回その中でコロナというところの第3波というところにつながりました。飲食店経営塾塩ラボ、この第3波にあたってですね、ありがたいことにまた実はさらにお仕事もいただくというところにもつながっていて、この YouTube を続けていくことによって、実はどんどん新たなこのこれからに向けた需要というものが生まれていっているというふうに感じております。で、そういった中でこの今回のコロナの第3波というところを見ていったときに、僕が今すごく大事だというふうに捉えていることは、とにかく今は準備、このコロナを抜けてたときにスタートダッシュをしっかりできるようにしていくための礎を築いていくと、これが今一番大事だというふうに捉えております。もちろん目の前の数字、目の前の売り上げももちろん大事です。それがないと生き残れないというところもあります。だけどこのこれからに向けた新たなこの礎を築く、これなんで必要かというと、もうお客様は変わってきてるからなんですね。このコロナを抜け出た時、おそらく今までと全く違う価値観がお客様の中に生まれていると思います。皆さんコロナにすごく意識が引っ張られがちなんですね。ところがコロナによってこの皆さんが気づかない間にいろんなものが変化していってます。何が変化しているのか、例えばでいくと通信のシステム、これ変わってきてますよね。今まで 4G と言われるところから 5G と言われるものに変わって、この通信速度が大幅にアップすると。で、それによってまた動画というものがより普通になってきてます。で、さらにですね、これインスタグラムとかもこれ毎日、僕もやっていますので、これ毎日やっているとさらに気づくことがあります。何かというと、インスタグラムも動画をより重視し始めているということですね。インスタグラムでもリールというものが、生まれてですね、このリールというものをより目立たせるようなこの、配置に変わってきてます。つまり写真が中心であったインスタグラムが動画が中心に移行していっているという、こういう状態が生まれてるんですね。さらに、Google マイビジネスとかもどんどんこれ進化していっていて、この Google のこのマイビジネスの中でウェブサイトが作れるとか、また予約システムとの融合とか、このいろんなものがどんどん変化していってます。で、この変化していってるというものに対して一番実はついていってるの、これ誰かというとユーザーさん、つまり一般のお客様なんですね。で、この一般のお客様がどん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 変化していってる。で、その中で実は大事なことは何かというと、この飲食店の経営者さんも僕たちのような経営コンサルをされている人たちも、やはりその一般のユーザーの方がどう変わっているのか、そのことをやっぱりしっかりと追いかけていって、そしてその一般のユーザーさんたちの変化というものにこちら側がしっかりついていく、そしてできればその前を行けるというところに行けるように準備をしていかないといけないというふうに感じております。で、そのためにはやはり学びながらチャレンジをしていく、そして次にこれを抜け出した時にしっかり新たな視点でビジネスというものができるようにモデルを今の段階から作る準備をしながら経営を続けていくということをしていくべきであるというふうに捉えております。飲食店経営塾塩ラボ、で、その新たなビジネスというところのモデル、これどうなるかは分かりません。例えばそれは通販というものがもう一つの収益の柱になるのかもしれませんし、テイクアウトが柱になるのかもしれない、団体中心だったのが個人中心になる、そういうこともあるかもしれない。いろんな形でのこのビジネスの
形というものは今いろんなチャンスがあると思います。でそのチャンスがどこにあってどういうふうにしていくべきなのか、これを決めるということができる、そういう期間でもあると思います。特に、お客様が来ない暇である、そんな時ほど実は時間は生まれます。この時間という普段一番取ることができないこの資源、このことを一番確保することができる、これが実はこの売れない時の一つのチャンスでもあると思います。僕の時もそうでした。この3月4月仕事がなくなっていく中で一番生まれたもの、それは時間という資源だったんですね。でこの時間という資源の中で一番使ったのが、とにかくこのどうしていくのか、この新たなビジネスのモデル、これをどこに焦点を当ててどういうふうに生み出していくのか、これをいろんな角度から取り入れていく。僕の場合はもう一つやったことは、僕の視点ではわからないというところがあったので、僕よりも15歳年下の人にコンサルタントになっていただいて、そこに投資をすることによって29歳の人の視点の中で見えている現実、そしてこれから来ること、そのことを学びながら一緒にこの YouTube を中心としたビジネスのモデルを作り上げていくということをこの半年間取り組んできました。でそれぐらいにですね、今までにとにかくとらわれないということが大事であるのと、この今生まれているこの時間という資源というところをとにかく最大限活用して、これからに向けてのそのビジネスの新たなモデルとなる形を探していく、その探していくための一つのポイントというのは、これから先どんな時代になっていくのか、コロナを抜けるとどうなっていくのだろうか、今コロナ以外で変わっていることはどんなことがあるのか、それによってユーザーはどういうふうに変わってくるのか、そのことをできるだけいろんな角度から調べる、聞いていく、そういうことをしていって、そこに今までのこのビジネスで掴んできたこの強み、独自のものをですね、生かして何かができないかというところを決めて、前に向いてチャレンジをしていくということであるというふうに捉えております。でそれぐらいにですね、今逆にこのマイナス、この不安っていうものがたくさん溢れている中に、大きなチャンスというものが生まれているというふうに感じてます。僕がとにかく一番感じるのは、今だからこそ時間というチャンス、このこれが一番獲得しやすい機会になっている、だからこそその時間をしっかり有効活用して、これからに向けての準備、それをしつつ今をなんとか生き抜くというところの、この両軸というところをしっかり進めていくということが大事だというふうに捉えております。そしてそれを進めていくにあたって、最後もう一つ大事なことは何かというと、今までに縛られないということです。今までの成功体験、本当にもう惜しい部分もあると思います。なかなか捨てられない、これもあると思います。だけど確実に時代は変わります。その変わっていく中で一番邪魔をしていくものが何かというと、これまでの成功体験である可能性が高いです。そのことを勇気を出して一旦隅に置く、その上で新たなものにチャレンジをしていく、このことを柔軟な視点を持って取り組んでみる、踏み出してみる、そして続けていく、このことをぜひですね、チャレンジしてみていただきたいというふうに感じました。僕自身がですね、本当に、まだまだ先は見えきれてません。だけど未来はすごく今明るい、ワクワクするものに変わってきています。これは本当に今準備というものに取り組んだ人だけ、お店だけが掴むことができるというふうに捉えております。なのでとにかく今をチャンスとして捉えていただいて、一歩踏み出してみていただきたいと思います。そのことでどうしていいかわからない、悩んでいる、その時はですね、ぜひコメント欄にもいろいろメッセージをいただければお答えさせていただきたいと思います。ぜひこのコロナの第3波、そしてこれからもまだ続くかもしれない
この不安なコロナの時代をですね、共にぜひ乗り越えていって、ぜひ一緒にまたワクワクできる新たなステージというものを築いていくことができればと考えております。今日は長くなりましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1、塩さんから直接今の施錠や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフはその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、 YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売り上げを上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。